将棋で夢のタイトル戦が実現します来年1月の王将戦で藤井聡太五冠にかつての七冠、羽生善治九段が挑みます実現できたらいいなとはずっと思っていたんですけど今回何とか実現できて自分自身としても非常に嬉しいです昨日行われたアルソック王将戦挑戦者決定リーグで 羽生区団が豊島雅之区団を破り、リーグ戦全勝で王将戦の挑戦者に決定しました。羽生区団は年明け、王将のタイトルを持つ藤井五冠との7番勝負に挑みます。32歳差のこの二人がタイトル戦で対局するのは初めてです。